今日は真っ赤の一富士山に行きます。やっぱりだいぶ濁ってますね。昨日よりはマシ、昨日よりはマシだけど、まだ濁りが全然入ってます。今朝ニュース見てたら、今中国でその調理ロボットが業務用も家庭用もすごく急激に発達して普及してるみたいなんですけど、その調理ロボットのレベルがね、特に業務用のものだと、例えばレシピも1万レシピぐらいもう入っていて、その中で、まあ、例えば羊肉の骨ついてありますやつありますよね。例えばあれを焼くときに6分ぐらいで焼けちゃうんですよ。あれ普通に焼くと20分ぐらいかかると思うんですけど、6分ぐらいで焼けちゃって、まず表面を高温でわーっと熱して、まあ、肉汁が漏れないようにして、中の火の通し方は一番最適に、その羊の肉が美味しく食べれるように計算された火の通り方をさせるんですよね。でそういう風に、なんかこう焼くだけじゃなくて、本当に例えば醤油とか調味料もセットしとけば自動でこう正確に測ったものが使われるので、その職人とかその専門の調理師がいなくても常に完全に同じ味、しかもその火の通り方とかも完璧にね、最も美味しく食べれるような状態にして料理が作れるわけですよ。だから飲食店って、なんか僕よく感じるんだけど、やっぱりすごく美味しい時と、まあ、そうでもない時とってどうしても出ちゃうじゃないですか。それ人間だから仕方ないと思うんですし、家庭料理とは違うんでね、その入ってきたお客さん、どのタイミングで何人来てどういう料理をいくつずつ頼むかとかって、もうとにかく不確定な要素が多すぎるから、常に安定したものを出すっていうのはすごく難しいと思うんですけど、そういうロボットだったら可能だなと。同じお店の中でももちろんそうだし、どんどんお店を出していっても、まあ今だったら多分その調理師を見つけるのもかなり大変だろうし、で配膳も結構ロボットが やったりするじゃないですか。そうなると、そのロボットを管理する人間、例えば僕ですよね、調理ができないような人間がロボットを管理して、で配膳するためにそこに乗せて、まああとはお皿片付けたりとか、そういうことだけ人間がやってれば、まあ、かなり高品質な、まあ、その調理ロボットに関して言うと中華のメニューみたいですけど、中華をね出せるんだなと思って。で家庭用の調理ロボットは10万円ぐらいなんですって。で若いカップルを中心に、都会の上海とか北京みたいな都会の若いカップルを中心に夫婦にね売れてるらしいです。業務用のものは、まあ、1個指示を出されてレシピ通りの料理を作ったら、あとは自動洗浄機能で、まあ、水道管がつながってるんですけど、その釜の中をガーッと洗って全く違う料理をそこで作れると。だからまあどんな味の料理でもね、どんどん作る。1万レシピ入ってるっていうんですからね。まあ、材料入れるのは今のところ人間が入れなきゃいけないと思うんですけど、まあ、あとは基本的に炒め物にはなるんじゃないかなとは思うんですが、それでもすごいなと思って。ちなみに今日は塩持参できました。お気に入りのフランスの塩、いつも出してもらう塩が粒子が細かいんですよね。粒子細かくて、なんかすごく塩分を取ってしまうので、
粒子の粗い塩、まあ本当は塩ですらも持ち込んだら良くないでしょうけどね、何かあった時の責任誰が取るんだっていう話になりますから。ここでいいですか。とんかつは特にその時の体調が問われる食べ物かもしれないです。今日は重かった、この間ある商品の販売代理店契約をしたら東京の会社の営業の人と LINE の交換したらプロフィール画像がここのこの通りで写真を撮ったプロフィール画像で、うわ真っ暗ですねっつって、ニセコに旅行に行った時に撮ったもんですっていう話で、なんとなくそれだけで急に親近感感じますよね。